ウイスキーがお好きでしょう、もう少し喋りましょう、ありふれた話でしょう、それでいいの今は、気まぐれな占いが好きでしょ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやっていました。ああいいですね。ダンディダンディもうバーで歌って、バーででもウクレレってどうなのか、まあとにかくこのね気持ちよく歌える曲だと思います。これ一応フルコーラスバージョンでやってるんです。途中の感想のところではですね、口でなんかこうラッパを表現したりしてね、ちょっと遊び心も入れてみたんですけど、これはねいいですよね。なかなかで今のシンプル簡単バージョンですんで、後半のかっこいいバージョンとちょっとコード変わりますけど、今のやってみました。でテロップと一緒に合わせられた方もやっぱり自分でノートに書き出して、そのノート見ながら自分だけで歌ってみるのをおすすめしたいと思います。その時の参考になるように私のノートを写すんですけれども、これちょっと見てもらいたいのはイントロって書いてある。今ねシンプル簡単バージョンはイントロちょっとねショートカットしました。後半のかっこいいバージョンではこれをやりますということでございます。でこれ乱れないコードがちょっと出てくるんですけど、この曲はですね、この今やったシンプル簡単バージョンはこの上の段をやったんですけど、シンプル簡単バージョンは上の段し かっこいいバージョンはつまり下の段でしょ。そしてねこの C のところはね全部 C メジャー7というこのコードを使います。これ後で解説しますけど、ちょっとその辺のことを覚えておき置いていただいて、このちょっとね難しいコードも出てくるんですけど、下の段のコードはかっこいいバージョンですよ。はい、こうやって、一時停止してちょっと書き出してください。ちょっと分かりづらいなという方は動画のテロップを書いてもらっても同じことになっておりますということでございます。はい、いいですかね。でここではね、つまり2パターンしかないんで、サビと、まあ、A メロというところと、まあ、感想のところほぼ A メロという質のコードなんで、こうコードというか曲の構成としてはシンプルなんですけど、やっぱこの曲みたいなのはこれどれだけこのムードをねこう醸し出せるかっつうか、そういうところですから、またこうやりがいがあるという感じがするんですけれども、はい、これ伸ばすとかこういうの書いてありますね。ここはサビと同じコード進行、最後は同じ最初のサビと同じなんですけど、でガズレレオリジナルアレンジとしては最後もう一回
それでいいの今を付け加えたという感じになっています。じゃあ出てくるコード解説しましょう。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンなんで、今出てきたやつはまずこれね、 CAmAd7A7D7G7E7 ということで、この7個のコードを使って今やっていました。これはですね、7個もあるように思うかもしれませんけど、これは入門コードなんですよ。これはドン、こちらガズレレ必須コードの仲間の方で私がめちゃくちゃ分かりやすく解説してる動画、ここに貼っておきます。この動画でガズレレ必須コード楽しくどんどん覚えてどんどん歌っちゃいましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルでやってる1100曲ほぼこのガズレレ必須コードが中心になってて、8割9割このコードのグループを覚えてるとできるようになりますんで、時間がある時にぜひマスターしておいてください。さあここからさらに深めてダンディーなバーカウンターでこうウイスキーをこうたしなむ、そんなイメージになるようにしたかっこいいバージョンやっていきましょう。コードね、コードおしゃれコードなんですよ。でさっきも言ったんですけど、今日キーポイントになるのはこのコード C メジャー7。大文字の M はメジャーということにガズレレではしています。ちなみに A マイナーの M はこれ小文字でしょ、小文字はマイナー、大文字はメジャーってことにしてまして、 C メジャー7これ簡単なんですよ実は。なんでシンプル簡単バージョンできた人これやってください。 C って普通ここでしょ、ここです、これが C メジャー7。あーおしゃれ、あ、なんだこのおしゃれな感じという感じで、やっぱりこれね、ウイスキーがお好きでしょうは、このコードは欠かせないです。はい。それでもう一個。これは簡単ですから、さっき C で弾いたところ全部これ置き換えですよ。そして、これがちょっと難しいコード。これをね、ちょっと入れたいなと思ってちょっと難しいんですけど、Bm75 というふうに読むんですが、これよく見て、これね、面白いんですよ。うわ、なんだこれやと思うんだけども、ちょっと見てもらうと面白いのが、こうやって隠すとこれ Dm なんですよ。こっちを隠すと G7 です。つまり、G7 と Dm を、Dm と G7 一緒に押さえてるっていうイメージで考えると、あ、なるほどと思うと思います。二つの押さえ方があると思います。まず一つはね、Dm を基本に押さえるって考えると、Dm って覚えてますか？こことここ Dm。小指見て、ここの1弦の2フレット足して、あー、この押さえれない響き。こういう風に押さえるのが1個のパターンですね。Dm に1個足したっていう風に考えるパターンと、あともう1個の考え方は、G7 というコード。これも入門コード、こことこことこの3つ、この三角形。ここに、ここを足したいわけじゃん。あれ？どうしようと思うときに登場するのが、にょーん、こいつです。これでギュッてやる。はい。これでもいいですよ。親指にも。はい。まあ、定番の押さえ方としては、Dm を押さえて小指で1弦の2フレット。ちょっとなんかこう、アバンギャルドな押さえ方だと G7 押さえて親指でこの2フレット。はい。どちらでもお好みの方でいいと思うんですけど。まあガズはそうだ、こっちかな、握っちゃおうかなと思うんですけど。まあ、これはお好みで。ただしね、ちょっと押さえづらいんで、狭いっていうかね。はい、そこら辺なんです。この Bm75 が入ってくるとサビが急にこうおしゃれでダンディーなムードの Cmaj7 とね、Bm75。このね、イェーイ、コード感が。すごいかっこいいんで、ぜひ皆さん挑戦してください。で、この曲は今聴いてもらうとシンプル簡単バージョンみたいにゆっくり4つ弾いても十分ね、その色気というかそういうの出せると思うんですけど、さらに深めましょう。後半のかっこいいバージョンでこの弾き方、ドン！3連のアルペジオ。こんな感じです。おしゃれ。これをじゃあ、Am でちょっと押さえてやると、こういうアルペジオです。てん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 。これ、1、2、3、1、2、3。だから3連のアルペジオということになっております。これはね、ちょっとね、この、3連のアルペジオの弾き方、以前動画で説明してます。ここにリンク貼ってます。このリンク先は、ウクレレできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から3連のアルペジオという動画を探してもらって、動画を見ながらちょっとやってみてください。一応簡単に言っとくとですね、ここにも書いたんですけど、1弦と4弦を同時に弾いて、3弦、2弦、1弦、2弦、3弦弾くと。また1弦と4弦同時に弾いて、3、2、1、2、3で弾くということで、あ、テロップにも書いていくんですけど、まあじゃあさっきみたいに Am を押さえて、右手見てくださいね。1弦と4弦同時に弾く、ドーン。次、3弦だけ、2弦、1弦、2、3弦。要は、1、4弾いたら、3、2、1、2、3。これを繰り返す。1、4、3、2、1、2、3。1、4、3、2、1、2、3。これをサビのコードでやると Dm から。こんな感じです。これは基本になってます。これで全編やろうと思うんですけど、これかっこいいバージョンをさらにそこで溜めたりね、こう大人の心の駆け引きをなんかこうタイミングでもこう表現しちゃおうかななんて思ってやっております。やっております。やろうと思っております。で、コードが C メジャー7とその Bm75 がそれとまた相まって、よりね、こう深い深夜の世界に行くんじゃないかなっていう感じがしちゃいますね。で、サビの中でちょっとかっこいい
っこいいワンフレーズ入れたいと思います。ちょっとここ見てもらいたいんですけど、ウイスキーがお好きでしょ、ここ C メジャーセブンから A マイナーのところにここタータッタって書いてある、ここちょっと決めなんですよね。ちょっとテロップを見ながらちょっとやってみましょうか。ウイスキーがお好きでしょ、わかった、となって、もう一回、ウイスキーがお好きでしょ、もう少しってなります。テンデテンテンデテンの後なんですけど、このアルペジオもちょっと絡める感じ、テンデテンもう少し、こんな感じ。もう一回、ウイスキーがお好きでしょ、こんな感じです。チャーンチャッチャーン、ドゥンダ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 ン、チャーンチャッチャーン、ドゥンダンダンダン、こんな感じですかね。これはね、ここちょっとこう引っ掛けるとさらにまたかっこよくなるんで、ちょっと気にしてみてください。でもちろん難しかったら普通の3連のアルペジオでも十分だと思います。はい、ここちょっとキーポイントになりそうだということでございます。これね、いやなんかやたらテンション上がるんですよね。はい、これはですね、だから本当そのイメージを、持ちながらやるのが、演奏するのがまたいいんじゃないかなと思います。ウイスキー飲みながらなんかやったらもう酔っ払っちゃいますね。あ、これ CM ソングなんで別にお酒飲まない方もう十分この曲、聞いたことあると思いますね。またいろんな世代というかね、いろんな人たちとこれ楽しめる曲かなと思います。はい。それでやってみましょう。ウイスキーがお好きでしょ、ガゼレレ流かっこいいバージョン。やってみる好きがお好きでしょ、ガズレリューカー恋バージョンやってみました。なんか何回かやってるうちになんかそういうムードになるっていうか、ちょっと酔っ払ってんのかな俺みたいな感じになると思うんですよね。イントロとか感想の口でやるラッパ、あれがかっこよくないですか。なんかこう本当なんかそんなイメージ、やっぱりこう妄想がねこう音に現れる。
こういうのも大事だと思います。やっぱり音楽っていうのはね、もう本当にいろんな楽しみ方があってね、もう楽しいですよね。皆さんもどんどんイメージ膨らませて、これ曲楽しい、これ盛り上がると思いますよ。ぜひ皆さん、大いにやっていきましょう。ありがとうございます。この本の予約がスタートになりました。2月15日に発売のね、リットミュージックから出る、子供と歌おうという本です。これ、もう、アマゾンとか書店さん、楽器店で、ただいま大好評予約受付中、それを記念しまして、3月12日は、渋谷のタワーレコードでインストアイベント無料ですよ。開催します。ぜひ皆さん来てください。あのね、渋谷のタワーレコードで、予約してもらうといいことばっかりです。その辺のことについても概要欄に貼っとくんで、チェックぜひともよろしくお願いします。2023年はガズレがスタートしてですね、生誕10周年、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京名古屋大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日は昼間と夜2つ時間帯があって、イベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいて、ライブハウスでお会いしましょう。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、 YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもあの YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。